今回はアドバンテストとアマゾンドットコムの7月決算を取り上げます。アドバンテストは2024年3月期業績予想を下方修正しました。会社側が思ったほど SOC テスタが回復しませんでした。テスタ市場の本格回復が来期に持ち越されそうであります。ただし生成 AI 向けについて見ますとメモリーテスターに非常に強い動きがあります。 そしてアマゾンドットコム、こちらは業績好調であります。北米事業と AWS、アマゾンウェブサービスですね、クラウドサービスの最大手、ここは順調に推移しております。インターナショナル事業も赤字が大きく縮小してまいりました。全セグメントで営業利益改善、そして AWS の新規契約の大半が生成 AI 関連であるということでありまして、生成 AI、まさに大ブームがこれからも続くだろうと考えております。